皆さんお元気ですか？朝香です。10連休いかがお過ごしになられましたか？実はイギリスもイースターホリデーっていうのとバンクホリデーが5月4月にあって、ちょうど日本のゴールデンウィークの時にイギリスはイースターホリデーがありました。もう10連休とかじゃなくて4連休だったんですけど、でその時にロンドンで結構有名なポートベロマーケットっていうマーケットに行ってきたので、その時の様子をビデオで撮影しました。でそのビデオを後からインサートします。でイギリスには実はなんかこういうただで観光できる場所っていうのが意外にいろいろありますので、これからいろんなマーケットとか美術館、ただで入れる美術館とかいろいろ皆様に紹介していきたいと思います。でこういうところマーケットとか特に普段旅行代理店とかで作ってるパッケージツアーとかには入ってこないものなので、地元の人が行くような観光名所とかを紹介できればなと思ってます。それでは今からビデオインサートしますのでお楽しみください。建物の色がすごいカラフルで有名な場所です。ポートベロマーケットのすぐそばにあります。
コナッツのそのままストローさして飲みます。There's all antique shops here, so this is probably where you want to look. ビデオいかがでしたでしょうか。これからどんどんあの地元の人が知ってるような観光名所とかを紹介していくので、よければチャンネル登録をお願いします。それでは